はい、皆さんどうも、テントモです。 KOF オールスターの実況となります。今回はこちらの先日のガチャで初めて獲得いたしましたマイレージスペシャル報酬からファイターそしてバトルカードを選んでいこうと思います。というわけで早速ね、選んでいこうと思うんですが、バトルカードの方はね、割と簡単にね、どれを選ぶかっていうのは決まったんですけど、バトルカード100連ね、した時に最後にね、最後の最後にこの左上の茜2型がね、降臨して、でそのままマイレージスペシャル報酬をゲットしたという形になったので、ね、もうこの2型を選ぶ必要はなくなって、残るは3型とね、いった感じなので、この3型をね、今回取っていこうと思います。まあその横のレオナブレード、このレオナの必殺も欲しいといえば欲しいんですが、まあやっぱりね、フェス限星6を取っていくのがまあ普通かなと思います。でね、プリティギースの必殺技はもうね、バトルカード100連中に無事にね、取れたということで、はい、こちらは茜さん型を取っていきます。で、左のファイターのマイレージスペシャル報酬なんですが、こちらね、いろいろ選択肢があったので迷いましたね。うん、このスペシャル報酬を獲得した時にはね、未所持のロックか、未所持のプリティビッグか、それともこちらもね、100連目にね、プリティギースが降臨してくれたので、未所持ではなくなったんですが、さらにね、強さを高めるためにやはり覚醒をしたいということで、このプリティギースをもう一回取って覚醒をするためのメモリーをね、いただくかとね、っていうのがパッとね、このスペシャル報酬を獲得した瞬間には思ったんですけど、その後ね、よくよく考えたら、そのプリティギースの横のね、テリー、このテリーのメモリーも実はめちゃくちゃ欲しかったんですよね。テリーまだ覚醒していなくて、で、貴族性のメインでね、使っているファイターなので、ということで、よくよく考えたら、このテリーかプリティギースかといった選択肢になったんですよね。うん、未所持のロックとプリティビッグは、まあとりあえずはいいかなと。どっちにしても一回取ってもまたね、覚醒させるためにもう一体必要になってくるということで、うん、で、テリーかギースかでね、ずっとちょっとね、悩んでいたんですけども、その矢先のね、先日のね、前回の動画ね、ご覧いただけたでしょうか。両坂崎を狙って100連ガチャね、まあサムネにもね、存分にね、凄さアピールしたんですけど、いやー、やばかったですね。過去最高の、史上最高峰の神引きをね、してしまいまして、そこでね、もうご覧いただいている方はね、ご存知かと思いますが、このね、ピックアップに選んでいたファイターがことごとく来たんですよね。うん、そう。このバイスもね、この水着バイスも未所持なんですよね。まあ未所持でも、まあロック、プリティビッグよりは僕の中では優先順位が低かったんで、まあそんなにね、すぐ欲しいというわけではなかったんですが、こいつも来て、で、ロックも来たんですよね。ロック来て、で、テリー、ね、テリーのメモリーをゲットすることができて、で、プリティギースのメモリーもゲットすることができたという、ここのね、6体から4体来たというね、非常にね、やばい引きがね、起こりまして、で、さらにね、90年目に、フェス限4体がね、10連の中に入っているというね、とんでもない、ね、奇跡が起こりまして、で、さらにそこでね、ピックアップの、ね、新ファイター、両坂崎がなんと2体もね、入っていたという、非常にとんでもない、化け物じみた引きをね、してしまいました。はい。というわけで、そのおかげで、あっさりね、どれを選ぶかっていうのが決まりました。はい。なので今回はね、そこで引いた、バイス、ロック、テリー、プリティギース、この4体は取りません。で、残るはね、2体なんですが、まあ、ここまでね、全く触れることのなかったオロチシェルミーは、取る必要はね、ないんですよね。もうすでに持っておりますし、覚醒するメモリもね、保持しております。ので、今回は、未所持の、プリティビッグをね、獲得していこうと思います。ということで、ファイターはプリティビッグ、そしてバトルカードはね、茜さん型ね、なんだっけ、たった1日の幸せ第3型だったかな、正式名称は。この2種類を獲得していこうと思います。ちなみにこれ、このまま保管して、次にファイターガチャ、バトルカードガチャで天井に行って、
マイレージスペシャル報酬をさらに獲得した場合はどうなるんですかね。削除されるってことはないのかな。新たにさらに枠が増える感じですかね。スクロールしていくんですかね。まあその辺がねよくわかんないんですけども、さっさとね使用していこうかと思います。それではまずはファイターの方から取っていきます。ではこれここ押したらいいのかな。で選ぶんですね。はい、ということで、はい、唯一の未生児、はい、こちらプリティビッグ獲得いたします。では召喚、はい、来ました。プリティビッグゲットでございます。元購入限定のファイターでございます。何円だったかな、2万6000円でしたっけ、ね、非常にお高いキャラクターでございました。それがね今となってはこういう風にガチャから割と簡単に手に入るというね仕様になっております。まあ、当時のね2万6000円でしか手に入らなかったっていう事情をね知っている身、経験している身からすると、このファイターがもしかしたらガチャからね出てくるファイターの中で一番ね高価なファイターかもしれないですね。うん、というわけでようやくねプリティビッグゲットでございます。はい、ありがとうございます。はい、では続きましてこちらのバトルカードのマイレージスペシャル報酬獲得していこうと思います。はい、未生児ね結構ありますがね、この中だと唯一のフェス限星6、こちら選んでいきます。たった1日の幸せ第3型では、あかねさん召喚します。はい、超絶レアゲットでございます。これでついにようやくたった1日の幸せシリーズが全部揃いました。はい、セットを揃えることができました。では早速ねドイツにつけようかな、プリティギースかな、プリティギースにつけてね強さをいかんなくね発揮していこうかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけでなくなりましたね、マイレージスペシャル報酬。またねガチャ引いていって天井行ってゲットしていきたいなと思います。ではねこれにて以上となるんですが、最後にね前回の両坂崎100連で手に入れたテリー、そしてプリティギースのメモリーを使ってこの2キャラを覚醒させてから終わろうかなと思います。まだねしていないんですよね。はい、では行きましょう。まずはねこちらのテリーから覚醒させようと思います。では素材選択、テリーメモリーセット、では覚醒いきます。はい、本当に使用いたします。来ました、ついに悲願の覚醒成就でございます。はい、やりましたね。これでかなり強くなったのでね、攻略できていなかったステージもクリアできるかもしれないですね。はい、では続きましてプリティギースの覚醒いきましょう。はい、ではこちらプリティギース覚醒させたいと思います。素材選択、ではプリティギースメモリーセット、ではいきます。ではこちらも覚醒いたします。はい、来ましたね、かなりこちらも強化されました。これで緑属性がねかなり強くなったかなと思います。プリティギースちょっとね使ってみたんですけどかなりいいですね。うん、いやーこれはねしかも使っていて楽しい、とにかく楽しい。やっぱりね元はギースなのでね、ギース好きにはたまらんですね。はい、では今回はこれにて以上となります。またね次はおそらくバトルカードかな、両坂崎の SP を狙ってバトルカードガチャ100連しようかなと思っております。まあどうなるか、ではそちらの方ご期待してください。では今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ダブルレプリカント。